行かなくちゃ全てを取り戻すため。あーもう今はフォローする時間。魔導の障壁を力ずくで。何よこれ。そうか、竜兵どもに供給してた S ウェポンとかいう。仕方ないわね。私の番ね。やっ私の番ね。それWhoa!
こいつら、ミリアムやアルティナと同じ。命の息吹を感じない、結社の人形兵器みたいな。あんた、侵入者を発見、捕捉しました。これより殲滅モードへ移行します。ふざけるんじゃないわよ。私の目が黒いうちは。新たな適性反応を確認。対象識別、登録アカウントに合致。あ、まったく不甲斐ない。って誰ですの。こりゃ驚いた。お前黒猫かよ。誰が黒猫よって神速にバンダナ男。その名はやめろって。もう卒業したんだからよ。しかし OZ そっくりの区別か。結社関連かよ。結社から盗んだ技術を応用して作ったものでしょう。つくづく忌まわしいというか、胸が悪くなる連中ですわね。あんたら一体どういう。何、今度こそ利子を返してやろうと思ってな。え、しまっとけ、なくさないようにな。登録アカウントを破棄、適正対象に再認定します。殲滅モードに再移行、リンクシステムを起動します。戦術リンク。ふん、生意気な。来るぞ。ほらシャキッとしやがれ。強敵ですわよ。気をつけなさい。行くわよ。切り裂け、カオスレイブン。私の番ね。隙ありだぜ。それ次の立つ国よ。
けてみろ。侵略の十字クロスリベリオン。私の番ね。いや、私の番ですわ。見切ってみなさいね。ズン。破損率 70% を突破。目的完遂は不可能と判断。自爆モードに移行します。趣味悪すぎでしょ。マスターだ。え、騙した、騙したな、騙したな。だから言ったろ、利子を返すってな。私はあくまでついでですけど。バリマールと剣のところに行こうとしてるんだろ。そこまでは付き合ってやるよ。ちょ、何勝手に話を進めてんのよ。そうだ、この距離だったら。だが良かった。任せろ。たちが無事でいてくれて。無事というにはやべえ状況みてえだがな。だからこその僕たちだ。ああ、取り戻すぞ。封鎖された扉だ。ああ、解除できる端末を探すぞ。
コソ泥みてえだな。よし、解除した。とっとと戻って一気に突き進もうぜ。君たちにはつくづく驚かされるよ。てめえは。先輩、本当に久しぶりですね。聖杯の前じゃろくに話せませんでしたし。1年半ぶりか。遥か昔のような心地だが。ああ、その眼差し、そして尋常ならざる気配。例のやつ連れてるんでしょ、ジョルジュ。ゲオルグです、サラ教官。これはナグルファル、知性としての僕の獲物ですよ。これって何かの装置？どうやら稼働しているみたいですが。わかりません、私の記憶にも。そっか、ちょっと気になるけど。今は後回しにするしかなさそうね。これって封鎖されてる？ど
こかに解除できる端末がありそうですね。よいしょよいしょ。解除したぞ。引き返して扉の先に向かいましょう。そろそろ教官と合流できそうですね。待っていてください。いやあ、来たか。熱き血潮の乙女たちよ。あなたは、まさか。可能性は予測していました。とはいえ、さすがに悪趣味。赤のロスバイセという乙女たちよ、見知りを決め願おうか。Sウェポンの延長、魔光騎兵ってやつらしいな。魔光兵と気候兵を合わせたような機体、よからぬ話も聞きますけど。ヒュー、お宝発見。見栄としての力か。たく、バカ野郎が。この二人どうして。お宝ですわね。やばいのがいるな。やばい相手だ。気合を入れろ。
私の番ね。俺の番だな。行きますわよ。私の番ね。私の番ですわ。じゃあ、さあこのまま先に進みますわよ。やれやれ、予想通りか。はあ、当たってほしくはなかったけど。まあ気づかれますわよね。あの日以来、マスターのなされようにお前が納得していないのは知っていた。でも本当に後悔しない？ここでたもとを分かつことになっても。するに決まってるでしょ。あなたたちのことだって。ですが、マスターに導かれた魂はもう私自身を欺けない。私も手を貸してしまった世界に滅びをもたらす黄昏、それが意味することを斧が目で見極めると決めたんです。あんた見込んだ通りつうか、行きやよし。私たちの最古参でありながら最年少でもあった筆頭本当に成長したわね、二人とも。で、あくまで年下扱いですか？いろいろと盛り上がってんじゃねえか。火炎魔神マクバーン、まずったな。あんたは出かけてると思ったが。昔っから鼻はいいんでな、おいしい匂いには敏感なんだよ、青の騎士。それにいい感じに混ざりきったやつがいるからな。鬼と菓子、終末の剣を振るって黄昏を引き起こした張本人、灰色の騎士、いや灰色の鬼、
リーン・シュバルツァタイト流の構え海上要塞で散々お世話になった。それでも覚えていないんですね、私たちのことも自分の本当の名前も。ああ、私にあるのは偽りの名と刺激される役目のみ。叶うことなら枷を外して君たちに頬ずりしたいくらいだが。なんかクロウと違って全然変わってないような気が。それとは別に根本的なところで違いがあるみたいですね。ええ、コンパクの巡り方がクロウさんとは違うというか、言い換えれば私たちと変わりないですね。何？まさか青のチークフリード、それに聖女や両兵王と違って。ああ、彼らと違って私は不死者というわけではない。だがこの仮面は私の行動を規定し、潜在能力を極限まで解放する。なんという空腹。さあ乙女たちよ、始めるとしようか。そしてことほぐとしよう。運命の開口と血湧き肉躍る宴を望むところです。昔からの恩人にしてかけがえのない7組の先輩、届かせてもらいます。アンゼリカさん、先輩、一つ聞かせてください。一体いつからあなたがゲオルグだったのか。あなたはクロウ先輩の死を心の底から悲しんでいた。そんな立場なら内戦の時にいくらでも介入できたでしょうに。なのに全てにおいて後手に回り、クロウの葬儀で帳尻を合わせた。そのあたりが境目と俺たちは睨んでいるが、どうだ。君たちそこまで見抜いていたのね。よくわからんが、それまでは別の記憶と人格だったってことか。ああ、考えてみればアルティナも攻防以前の記憶は消去されていた。そういった書き換えのような技術が黒の工房にあるのなら。正解だ。クロウの死をトリガーに僕はゲオルグの記憶を取り戻した。そして偽りのジョルジュを演じながら君たちに接していたのさ。全ては黄昏を導くために、生としての使命を全うするために。いろいろ言いたいことはありますけど、今は問答の時間じゃない。そこを通してもらうぞ、ジョルジュ・ノーム。この人も本気で立ちふさがるつもりなのでしょう。ああ、それに加えてこいつもおまけしてやろう。負けんアングバール。あんたが名士ってのから授かったとかいう剣かよ。ああ、外の断りで作られたこの世に存在しないはずの剣。クロウ、
それに今のてめえなら食らいつけるんじゃねえか。買いかぶりすぎだっつーの。さて、そろそろ始めましょうか。暗き地の底にて交える決別の戦いを望むところ。届かせてもらうぜ、マクバン。さあ、この胸に飛び込んできたまえ。ひょひょっ、私の番だね。壊せ、スレッジハンマー。私の番だね。なかなか情熱的だね。悪いけど、君たちはここで終わりだ。
デュバリー、お前にも覚悟してもらう。残念だけどここまでよ。ニエとしての力も見せてもらうぜ。アークス駆動、それ
サンクス。滅びよ。このまま最後まで盛り上がると。クロスリベリオン。クロてめえ、食らいなさい。プリズムキャリバー。このタイミングで。ここは任せなさい、シュワルツァー。あんたの大切な人たちはすぐそこまで来ているわ。理性も名前もなくしてなお何を求め剣を振るうか、己自身と向き合ってせいぜい見極めてみせろよ。するがよい。ユーナ、アルチナ、ミゼ、ここは私たちが食い止める。リーンさんはすぐそこですが、何かに飲み込まれかけています。でもあなたたちなら大丈夫、きっと取り戻せるから。了解しました。お言葉に甘えます。ドールズ新七区に先行しますね。ここまでとは。行きたまえ、クルト、アス。ここは僕たちが食い止めるから。リーンは何かに飲み込まれ自分を失っているようだ。せいぜいお前たちで活を入れてやるがいい。引き受けました。あんたらの分までお見舞いしてやるよ。